永井武雄は日本の野球選手、監督、兵庫県出身、神戸市立第一進興商業学校から慶応義塾大学に進み、大学時代は投手兼三番打者として活躍した。1925年の総計戦復活第一戦で四番右翼手、第二戦は三番投手として出場している。1926年総大二回戦で完封勝利を挙げて、 経大にとって、総経戦復活以来となる初勝利を挙げた。経大卒業後は、キリンビールに勤務しながら、全大阪や、東京クラブでプレー。都市対抗野球大会には、合計8回出場、東京クラブし、全大阪所属時代の1927年には、初戦から決勝まで登板し、準優勝に貢献。東京クラブ所属時代の1931年には、 優勝投手になっている。同年には、全日本軍に選出し、日米野球にも登板した。東京クラブ所属時代のチームメイトに、横沢サブロや宮武サブローらがいる。1936年、大東京軍結成にあたって、監督に就任。しかし、4月後日大東京軍にとって、球団結成4試合目にあたる東京ガスとの、 練習試合に7から15で大敗し、激怒した、球団代表の鈴木隆二によって、監督を解任された。公認の監督には、伊藤勝三がついた。1938年王将され、4月19日、中国北部格差都州にて戦死。数へ35歳ボーツ。慶応義塾大学野球部 OB 最初の戦死者でも、あった。東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みに、 彼の名前が刻まれている。後年、鈴木隆二は、長井の選手を知り、オープン戦で負けたからと言ってその場で首に、してしまったのは、若気の至りとはいえ、実に無茶なことをしたものだと思う。と後悔したという、ありがとうございます。